生命体が家族の復讐。馬鹿げてる。報告、人類史にも似たような事例多数。復讐の多くは正当な行為として認知されている。でも僕は前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。
象のミサイルを発見。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビアンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンス。気分ですよ、気分。この辺りの機械生命体は概ね排除できましたね。トゥビ、ナイエス。司令官？緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。
チラ2もブルーディッチ2。この通信が届くアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は逮捕し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊にも支援を求む。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター 2-1 より 9S へ通達。衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。小銃を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って。具体的な座標をマップデータとして転送します。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。
消失を確認。衛星レーザー攻撃着弾します。クソ、本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B、 ここは我々に任せろ。トゥビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビ、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接、そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。まずいですよ。ここを離脱しましょう。ミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。
ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、障害物に注意、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。墜落したヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。